あれでしょ少し再生回数が良かったんでしょいつもより少しだけは。再生回数の問題じゃな,じゃあないのそういうことですか、えー、まあまあまあでもいいじゃないですか何でもポジティブな要素があったということで、えー、いや僕にとってはでしょ<え>隣でデーブさんが寝ている中でちょっとでもかもま,だ始ま,まだ始まってないからまだ始まってからせめて始まったら退屈なのよくわかりますから始まったら寝ていただければなと思いますけど、はい、今回もですねそのカレ、えー加齢事件の続報いきたいなと。 思っているわけでございますけども、あのー、まあまあこの間、ね、お話した通り和歌山カレー、えー、事件21年前の事件でございますけどその真相林増美死刑囚は冤罪かどうかということでお話をさせていただいておりますでもう一回ちょっと前提として 思い出してほしいのが前回の話でもしたんですけど、まあ、その事件のあった園部という小さな、えー、軍なんですけど、そこはすごい小さな軍にもかかわらず、もともと住民たちが対立していた場所なんですね、これはあの、関西空港の作る、作らないの問題で、えー、住民たちが対立していて、かなりギスギスしていた、でしかもそのお、まあ、園部がある和歌山県なんですけど、和歌山県警というのはです、ねめ、ちょっと、ね大,大,はい、大丈夫ですか、迷宮警察と言われていたということです。なのではい、この警察は本当にダメだダメだと言われている そんな状況の中事件が起きたんですけど今日、まあ、それでですね結局最終的には、えー、林真美自白もしてない動機もわからない、えー、物的証拠もですね崩れていく中、えーまあえー、有罪しかも死刑ということになったんですでじゃああったのは何かというととにかく激しい報道です。 そ,しそれから警察のこの暴走、えー、和歌山県警の暴走があったというふうに私は見ているわけでございますで今日の話なんですけどそもそもまあ,あの毒カレー事件ヒ素によって亡くなったというふうに皆さん、まあ、そこは覚えているんじゃないかなと思いますで後から、えー、林家からヒ素が出てきたり、えー、そのヒ素が DNA 鑑定が、えー、一緒だった一緒じゃないみたいな話になっていくんですけどそもそもじゃあカレーに入っていた毒はヒ素だったのかという問題が。 あるんでですねで事件が起きたのは、えー、1997年の7月25日まあ、えー、夕方の6時頃事件が発生してのちに,に,に4人が亡くなっております。でただなんですけども7月の26日にこの和歌山県警の科学捜査研究所まあこれ仮想研と言われているところがですねまあ亡くなった方や被害に遭った方のまあ土砂物、まあ、ゲロなどからのですね172 をチェックしたんですで、172のうち26個から生産化合物が出てきたんですなんで当初は この毒カレー事件、生産カレー事件として報道されたし、警察はですね生産カレー事件として、えー、捜査をしたんです。で、実際に7月27日、和歌山県警は、ですね生産化,化合物が混入された鍋、まあこれカ、カレーの鍋が3つあったんですけど、鍋は3つ鍋のうち、最初に盛り付けをした鍋と分かったということで、もう入っていた生産カレーが入っていた鍋まで特定したというふうに、警察は意気揚々と発表したんです。でで、えー、しかもですね、えー、まあ 4人亡くなったということなんですけど亡くなった4人がカレーを食べた時間というのはその、まあ、お祭りが始まった6時の近い時間だったんですね。なんで、えー、その早い時間帯に食べたことからその生酸化工物は、まあ、調理が終わって、えー、最後にこうかき混ぜる前にだいたい最後カレーってこうグ,ズグ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 ズやってると固まっちゃいますから最後にかき混ぜるんですけどそのかき混ぜられた後に。 上のの方にさささっっとと、えー、その生産加護物が入ったとだから最初に食べた人が上をすくって食べたんで、えー、これはなったというふうに警察は言っていたんですところがところがなんですけど捜査あまあ は全然進まず逮捕も誰もすることができなかった進展しなかったで住民はイラ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 してくるんですで思い出してくださいさっき言った通り園部の町っていうのは皆さんが対立してますすごい小さな町なんです何が起きたかというとみんな密告合戦が始まったんです私が犯人じゃないと疑われたくないんであの人が怪しいこの人が怪しいってみんなが言い出したんですでその時に名前が真っ先に出てきたのが林家だったんですねで確かに林家は疑われるのに十分だったなぜなら、えー、仕事はしていない旦那は仕事はしていないにもかかわらず 一軒家すごいい豪邸に住んでいたでこの豪邸がもともと林家が住む前にヤクザが住んでたような豪邸なんでそんなところに住んでるとでしかも林家は結構住民とトラブルばっかりやってたんで間違いなく林家が怪しいということを、えー、この住民の人たちはですね捜査官とかそれからマスコミに言うようになるんですで事件から1週間が経った時なんですけども、まあ、1週間以上が経った時なんですけど8月の2日これ警察がですね急に急にですね にに生産化合物でではなく素も混入されていいいたた疑いという,ふうに発表し,たしたんですつまりこの間何があったかもう一回思い出してほしいんですけど皆さんがマスコミや警察に住民の人たちが言ってたんです林家が怪しい林家が怪しいあそこはもともとヒ素を使って毒割りの胎児をしていた何だったらヒ素を使ってその保険金詐欺を働いてたそんな家だからって言い出したんです。それを聞いて警察は急にですね もともとあった生産化合物ではなくてヒ素も入っていたかもしれないということを急に言い出したんですそれを聞いたマスコミはもううわーっとやってきたんですねもうワーっとやってきて怪しき怪しいっていあの皆さんが見たあの報道になったんですけどもしかもこのヒ素を発見したそのカレーの中からヒ素を発見したと言われているのは和歌山県警のいわゆる科学捜査研究所ではなかったんです。東京のの警察庁の、えー、科学 警察研究所に移した時にたまたま発見したと言われてるんですつまり最初では科学的な捜査ではいくら調べても出てこなかったんですひそなんてところが東京に移した途端に 偶然え秘書出ててきたたよよっっ話になったんですよそんなことってありますかと1週間ひたすらいろんな人たちが、えー、和歌山県警のこの科捜研が調べてヒ素なんか出てこなかったのが1週間したら急に東京に移して「出てきましたよヒ素」秘書っていう話になったんですよ。それはどうなんだろうかと。っていうふうにヒ素が出てきたって話になったんで当然ヒ素を使っていた林健次が疑われたところが林健次は、まあ、旦那さんの方ですけど実は その日お祭りの日カレーの鍋に近づいた形跡がなかったんですということは林検事が犯人ということではなくなるんですね、えー、ということでどうなったかというとみんなはじゃあ奥さんの林増美が疑わしいということになったんですでしかもこれ良くないことに林増美というのは確かに当日カレーの鍋に近づいてカレーの鍋の担当をしていたんですでそのカレーの鍋の担当をしていたあ中の人の中で本人もしくは家族に被害者が出なかったうちは 人は2人しかかいなかったんですねそのうちの1人が林真美なんで何本人も大丈夫家族も大丈夫ってことはこれは林が入れたに違いないってことは言ってるんですけどでもこれは実はよくよく考えると、まあ後でまた詳しく話しますけども実は違って林ますみの次女は1回カレーを試食してるんです、えー、お,おそらく毒を入れた以降と言われてる時間帯に試食をしてるんです。ただ 次女、えー、が入れ、えー、試食した鍋っていうのはたまたまその3つの鍋のうち毒が入ってなかった鍋を食べたんで、えー、大丈夫だったんですけどでもこれはねわかんないですよ。次女がどの鍋のカレーを食うかなんてわかんないですからもしかしたら家族が死んでいたかもしれない鍋に、まあ、カレーにですねお,お母さんがそもそも入れるのかあと先週の話の通り林真美というか林家はずっと保険金作業してきたんでそんなお金にならない話を。 お金にならないような事件を起こすかどうかというと全くさっきも言った通り動機がないってことですよでもとにかく林が怪しいってことになったんで、まあ、さっきも言った通りあり水をまく動画ですねもうとにかくマスコミがもう何百人もう10人の半,人半分ぐらいの数のマスコミがやってきて毎日ですよもう徹夜でもうそれから脚立に登って、えー、部屋を覗く中には郵便受けに、えー、手を突っ込んでその郵便物も勝手に覗くなどどん,どん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 報道がエスカレートしていく、えー、そういう中で林が 林はまあとうとうあの水をいかってですね、まあ、ビュッと巻くっていうのがあったわけですけどもであれを見てますますですねもう皆さんあの絵だけがひたすら使われたんでえ林がやってるに違いないという,もう世論の形成は完了ですよもうこれによって証拠とか全くそういうことは関係なく世論は形成されたということで。 もうその世論って何かというともうたった一言ですね林真澄が犯人に違いないってもうこういう印象だけが残ったわけでございます。でですねあのまあ、ここから先ちょっと話が難しくなっていくんですけどあの警察はどういうふうにしたかというとこの加齢事件を解決するために保険金目当ての、えー、いわゆるですね ヒそ、えー、による殺人未遂、えー、で立件しようとさらにすぐ、えー、にしたんですね、それで、えー、和歌山県警とそれから大阪のですね高等検察官の検事と、えー、異例の直談判しています、それでもう逮捕の道のりも,もう完全に決めたんです、でまずはひ、えー、その秘書による殺人未遂容疑で、えー、逮捕をして、えー、その後ですねひそも関係ない保険金詐欺事件で両方で逮捕して、で逮捕して何回も何回も繰り返している間 に秘書の存在を明らかにするために自宅を徹底的に捜査しようというふうなもう捜査方法まで決めて、えー、逮捕をしたということになるわけなんですなんで最初の逮捕10月の4日というのはさっき言った通り過励事件とは関係ない、えー、その秘書による保険金に事件の疑いで逮捕をしているんですでこの時点で最初に報道にあった 最初、警察はあるいはマスコミは生産カレー生産物による毒の事件と言っていたもうこの生産の生産化合物は完全に消えちゃったんですよでも、これすごく面白いのがあの亡くなった方が近くにいた人が証言しているんですけどカレーを食べた人はすごいも,もがいて苦しんで吐いたていうんですね吐き出したていうんですね。 でこれ実はヒ素ていうのは即効性がないんでヒ素が入っているものっていうのを食べても吐き出さないんですよだから林検事はあの変な話ですけど保険金詐欺ができたんですよだってヒ素入れたものを食べて吐き出しちゃったら保険金詐欺できないんですよところが生産あの狩りっていうのは強いんで食べたらすぐに吐き出すんですよだから 症状としては完全に生産化,化合物の症状だったんですよねなんであるとしたらですよヒ素と生産カリの両方が入っていたという可能性はあるかもしれないところが警察は生産カリが入っているという線を全く捨てたんですなぜならこれ後に捜査して出てくるんですけど林家にはは生産カリはなかったんですだから生産カリが原因あるいは生産カリとヒ素の両方が原因だということになると林真澄は犯人でないということになってしまうんである時から急に 急に警察はもうこの生産狩りという線を捨て出しましたで、まあえー、その捜査の段階で林家からヒ素が出てくるんですけどもこれがまた面白くて、えー、確かに林,の家林家にはですねシロアリ駆除のためにヒ素、えーえー、を使って持っていたんですでその使ったヒ素というのは自宅のそばに借,れた借りたですね車庫に保管していたんですただこの事件があってヒ素、えー、だっていう話が出た後に、えー 一家ははこのお秘書は捨ててるんです、えー、で面白いんですけども、えー、このヒ素をもともと保管してた林検事なんですけど、えー、業界用語でそのシロアリ駆除の業界用語でヒ素のことをオと言っていたんですねなんで保管してた時容器にはオもっていうふうに書いてあったんですまあ、勘違いしないようにオもだって書いてあったんですでところがなんですが、えー、林家から後にヒ素、えー、が出てきますそれは10月の 4日、えー、逮捕されましたで、えー、その後なんですけどもお警察が家に入って家宅捜査をします家宅捜査した4日後にですね、えー、秘書が出てくるんですねでこの4日後っていうのがすごい面白くて連日警察が 林家を固く捜査したんですで初日は84人が家に入って固く捜査しました、えー、あ,あ、ごめんなさい初日じゃなくて4日間84人が固く捜査をしたんですけど初日は一軒家に対して11時間捜査してるんです2日目は8時間84人が捜査してるんです3日目は9時間も捜査してるんですそして4日目にとうとう林家から秘書が出てきたんですけどどこから出てきたと思いますデイブーさん4日間ですよこんなにの時間84人が一軒家を探しまくって どこから林家のから人が出てきたと思いますいこれね台所のシンクの下に入ってたんですよ。すぐ分かるような分かるでしょ、うん、?84 人が3日間まるまる操作して4日目に出てきたのがシンクの下ですよ。しかも城 薬剤っっててかりやすく書いてあったんでもともと林家は確かに基礎は持ってましたその時はさっき言った通り「おも」って書いてたんです業界用語でそんな分かりやすくシロアリ薬剤しかも台所のシンクロの下ですよそれ探すすのに3日間かかかりますかって話なんですよで本人たちもそんなところにそんなものがあったことは知らないって家族も本人たちも否定してるんです。でしかも この白ワリ薬剤と書いてあったヒ素が入っている容器それから容器をくるんでいたビニールからも本人たちも家族の指紋も一個も出てきてきないんですよだからこれ後から警察が置いたんじゃないかという風な説も出ていて弁護士は証拠捏造だと言ってるんですで実際にこれ面白いんですけどカレー事件の際に4通の鑑定書を,を書いた、えー、書いたですね和歌山県のさっき言った科捜研の研究員っていうのがいるんですけどこの研究員のちに逮捕されるんですよ。 なんで逮捕されたかというと6件7事件で鑑定の証拠を偽造して書類送検されて有罪になったんですよ。でこの人はじゃあこの捜査の時何をしていた人かというとこれがですねなんとさっき言ったカレー事件のシンクの下のプラスチック容器の担当者だったんです。うん、でそそれれれから、まあえー、鍋に、えー、素を入れたと言われているその コップがあるんですねでこのコップとプラスチック容器がすごい重要な証拠と言われてるんですけどその2つを扱ったのが後に逮捕されるやつなんですよ。でまあさすがに和歌山県警は後から声明を出してやつはそういうふうに偽造をしたけどもカレー事件に関しては捏造はしていないということを言ってるんですけどまあ 本当にそうだったのという感じでもう僕から言わせてもらえばもはやギャグとしか言いようがないという状況でございます。だからそもそもねヒ素の事件というふうに言われているんですけど今の時系列で見てもらった通り、えー、そのヒ素ではなくて生産化合物というふうに最初は警察も言っていたしただ やっぱり林を犯人にするためには秘書じゃなきゃ困ったんですよね。だからもう後にすべての証拠とか、えーえー、証言がですね、林を、えー、林真弓を犯人にするための証言だけが結果的に集,、ま、集まっていったということなんです。結局話を聞いてるさ、はい、弁護士は何をやってたの？いや弁護士はだから今でも戦ってますよ。 だけどもうもうでも判決は出ちゃってるわけです、ね、いやもうその間もねずっとこれやってるんですよ、うん、でその最初のやっぱり判決で一番強かったのは、えー、とにかく警察はじゃあいろいろ言うけどこのカレーにあった入ってた人と言われてるヒ素と一応この林家から出てきたヒ素のこれが同じかどうかを DNA で鑑定しようっていうことになったんですよで、まあ、その鑑定の結果が一緒だっていうことであって裁判官もその証拠が重要だと言って やったんですけどもこれあとまた後から後から DNA 鑑定を覆す証明を今弁護士がやってるんですけど調べたらその DNA 鑑定がだいぶでたらめだったってことが分かったんですよいやだからもうちょっと弁護が頑張んないといけないですよね,ねこれね難しくて <laughs> 裁判っていうのは検察がどの証拠を出してくるかって分からないんですよ。うんうん、アメリカとかとか違って あのこういう証拠が全部ありますで言って弁護士があの例えばこの証拠に対してこうだってことがわからないんで日本の裁判ってとっても不思議な作りなんですけど検察があの自分たちが使いたい証拠だけを出してくるんですよで他にどんな証拠を持ってるかは弁護士も全然わからないで,でも彼を分析すればその生産カリも入っていたっていうことが分かってるんじゃないのだから生産出てこないのその証拠みたいなその証拠をいまだにだからこれ弁やってるんです弁護士は一緒にでも結局裁判官がそれを採用しないんですよ。 <さ>え生産カリはおそらく微妙に入ってたというふうに言われてますただその結局あれなんですよこれも不思議なもので警察が全部証拠を持ってるんですよ<う>でその証拠を今後に開示しろって言ったらもう捨ててないって言ってるんですよ<ー>だから科学的な操作が もうでき,ないなできないんですよ、状況に。でもおそらく捨ててるってことはないはずなんですよ、こんなでかい事件の証拠ですから、しかも死刑判決になるような重大事件の証拠を警察は捨てるようなことしないんですよ、まあ、でも捨てることはないでしょうね、ないと思いますよ、ええまあ、それはだって変な話、窃盗や、そんなレベルの話じゃないんで、ええ、でももう、警察が後に不利になるような証拠、例えば生産カリーが入ってたような証拠を例えば出せみたいなことを言っても、そういうのはもうないとか、もう最後はコップももう捨てたとか、そんな話になってま、うん、すよ。よ本当にだけどで結局誰がやったの まあ誰がやったかという話以降はまたここから先ですデブさんまだ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 ちょっとロングジャーニーになるんですけどもあのお付き合いくださいえ教えてくれるのいや教えます、あ、そのというよりもなん何とも言ってる通りギルティおノットギルティなんですつまり有罪か有罪じゃないかのギルティーはじゃあ誰なのだからも問題は ギ,ギルティーを誰かじゃないんです林真美に関してはギルティーじゃないんですもんじゃないですよ、ね、だったらもうこの裁判はおかしいってことなんですね誰がギルティー誰がギルティかはそれはもう一回検察が頑張って真犯人を捕まえなきゃいけないんです弁護士はそれを証明する必要ないんですよ弁護士はギルティーじゃないってことが言えれば林真美はでもジョーさん弁護士じゃないからジョーさんはいやいやまあそれはだからいや一応そういうふうなうな噂は聞いてますけどでもそれをここで言ったら変な話ですけどじゃあお前 名誉毀損だって話になります、ね、ですよ、ねまあ、それぐらいいいいい頑張っってややややちょもまあもう長いから今日はここでじゃあ、はい、いいですかありがとうございました。はいはい